これがモンゴルの東部国境なんですが、これはモンハン事件の戦場で、ここを調査してだんだんこっちの内陸の方へ目を移していって調査を始めたら、ここら辺の部分にこういうギザギザの、溝のようなものが大規模に掘られているのが分かりました。で、この内部を見ると、莫大な規模の、物資を集積したと思われる穴が見つかりました。これは軍事基地の可能性が高いなということで現地調査に臨んだという。だからこれが R1。 機関銃かな。機関銃の弾倉。これ跳ねるとこれが。あ、でも中が。今回の調査で、ソ連スターリン政権がノモンハン事件で日本軍を敗北に導いた勝利の教訓をその後の満州を崩壊させる作戦に利用できると考えて、基地と鉄道網を強化発展させていったという歴史的な、つながりが、明確になりました。